皆さんこんにちは不動産テックコンサルタントの牧口です、えー、本日はですねヨーロッパの不動産テックのマーケットについて分析していきたいと思います、えー、ヨーロッパの不動産テックっていうとやっぱりいろんなサービスがあるんですがやっぱりですねヨーロッパだけに都市に関係するテックサービスっていうのがまあ結構散見されますね そもそもヨーロッパってのは地続きなので、まあ都市計画、その国をどういう都市にしていくのかっていうことこそがですね、その国のアイデンティティになっているということで、都市計画に関してはですね、まあいろんな方法が整備されていたり、まあ市民団体とかもですね、まあいろいろ協力環境のもとにですね、美しい街並みを維持していこうっていうマインドが浸透しています。例えばですね、フランスの第二の都市、リオンですね、 歴史地区の美しい街並みというのが非常に観光客にとっても人気なんですけれども、こうした歴史的建造物が守られているのは、1962年の丸老法とかですね、1985年に歴史地区の保全活用政策というのが策定されたというのが大きく貢献したというふうに言われています。 あとはチェコの首都のプラハとかもですね、東ヨーロッパ有数の国際都市ですが、内陸の街の中で最も美しいなんて評されることが結構多いわけですね。様々な建築様式が混在していて、美しい街並みが保持されています。1992年にですね、世界遺産に登録されました。 元々社会主義国家だったのということもあってね、市民は都市計画とかにあんまり興味なかったんですけど、まあ、東西の壁が崩壊してからですね、道路交通情報がまあ急激に悪化して、まあ、その結果街並みが維持できないということで、本当に市民主導でですね、まあ、大学だとか、まあ、そういったところがですね、歴史地区に対して新しい建物を建てないみたいなことをやって、暗黙のルールとしてですね、街を維持していくっていうことが成り立っているというふうに言われています。 さて、まあ、このようにですね、街並みを大切にしている、まあ、ヨーロッパなんですけれども、まあ、街の分析に関するサービス、テックサービスみたいなものが結構多いので、まあ、その中のいくつかのサービスを本日はご紹介していきたいなというふうに思っております。プロプテックの中でもですね、まあ、特にプレイステックなんていうふうに言われることも多いですね。ロケーションアナリティクスだとか、ロケーションインテリジェンスっていうふうな分野です。例えば、出店計画だとか、まあ、配送ルートの分析だとか、まあ、そういったことをですね、AI とかを使って、まあ、 分析していこうっていうようなサービスですね。最初は Press h u b ですね。こちらはスイスのチューリッヒが本社で、2016年に創業したスタートアップ企業です。2019年のですね、スイススタートアップトップ100にも選ばれています。こちらがサイトですね。えー、まあ m a k e s m a r t e r e a l Estate Decisions と、The Power of Machine Learning and Big Data on your fingertips。 real estate variation prediction and visualization made easy って書いてありますね。不動産取引の判断が簡単にできると。機械学習とビッグデータがあなたの指先に来ますと。評価予測、可視化っていうのが簡単にできますみたいなことが書いてあります。えーまあ、4000万以上のデータポイントを分析しているというふうに言われていまして、B2B、まあのサースプラットフォームですね。まあ、不動産取引の全工程において活用できるような市場分析ツールになっていて、まあ、不動産の評価もできると。 こちらパリとベルギンにも支店を構えていて、不動産事業者と連携してですね、まあ、API などを提供して様々なサービスっていうのを立ち上げつつあります。2017年の12月にですね、数百万ベイドルのシリーズ A を調達したということで、これからの企業ですね。この会社はですね、弊社のビジネスモデル、まあ、GATE というサービスを我々やってるんですが、まあ、非常に近しいビジネスモデルですね。 え、市場分析をしたり、将来予測したりっていうようなサービスも提供です。まあ、ただ、え、将来予測に関してはですね、多分オープンデータが中心なので、まあ、そこがちょっと弊社と違うところですね。まあ、弊社でもですね、AI のシステムをですね、コスモスイン社さんだとか、オリックス銀行さん、静岡銀行さん、まあ、他10社様ぐらいにですね、まあ、提供して、え、まあ、こういったプラットフォームみたいなものを構築しています。え、次の会社はですね、カラリーですね。イタリアのジェノバで2016年やはり創業のスタートアップ企業です。まあ、ビジネスマンに向かってのニューツールですと。 え、ビジネスにとって良い年のスペースのレイィングプラットフォームを提供してますって話ですね。え、ショップを新しく立ち上げるような企業家だったり、え、まあ、異なった選択肢があるような不動産エージェントですね。まあ、そういった方にも使えますって言ってますね。ま、すべての、まあ、興味のある、え、ウェブマップすべてを分析するような、まあ、リアルタイムテストができますみたいなことを言ってますね。まあ、大体3回ぐらいクリックすると、まあ、プロパティの場所を分析して生活の質だとか、 通勤、ライフスタイルみたいなもの、あとアクティビティみたいなものが分析できるっていうふうにアピールしてます。え見ていただいた分かるに100万超える測定値と地理参照データの分析結果がシンプルかつてリアルタイムに取得できるみたいなことが書いてあります。えプライスハブもそうなんですけど、まあビジュアライゼーションがとても洗練されてますね。まあ B2B のサービスなので、まあそのままレポートに出力できるレベルみたいなものを追求している感じが見て取れます。え最後がタオもですね、 え、ドイツのベルリンで2013年創業の企業ですね。え、他のニューシャルに比べてですね、ま、2013年からということで、もうすでに6年サービス提供していますから、だいぶ、ま、他のニューシャよりも進んでいて、プロダクトラインナップも充実しています。え、いくつか見ていきます。まず、ロケーションインテリジェンスツールであるターゴムループっていうサービスですね。ま、こちらは店舗の出店計画だとか、指定の統廃合の分析みたいなものをですね、ま、データ分析をすることによって行うようなサービスですね。 こちら、タガモフリートですが、こちらは配送計画などを分析するようなツールになっています。交通状況だとか車両規制とかですね、まあそういったものを考慮して、まあリアルタイムにですね、最適で効率的なルートを分析できますみたいな、そういうサービスですね。こちらの会社も API の提供とかもやっているようです。ま値段表とかも出てますね。 さて、えー、まあ本日はですね、プレイステックと呼ばれるロケーションインテージェンスツールをご紹介させていただきました。えー、日本でもですね、こうしたサービスのニーズっていうのはまあ結構あって、弊社の方にもですね、そうした要望っていうのはまあ結構来てます。なので、我々はカスタマイズしてですね、企業様ごとにご導入させていただいてるんですね。まあ、地理データ、えー、ジオレファレンスデータっていうものを使ってビジネスを加速させていくっていうのはですね、これは不動産業者に限らず多くの企業共通のニーズなので、えー、まあ今後はですね、発展が見込めるテック分野じゃ なないかなといかとうに思っておりますえ今日はですね、ヨーロッパの不動産テックについてご紹介させていただきましたが、まだまだほんの一部なので、今後もですね、ヨーロッパの不動産テックもですね、ウォッチをして動画とかを提供していきたいと思います。え本日のですね、動画は以上となります。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。